皆さん、こんにちは。アルコール依存症という病名を耳にしたことはあると思います。お酒を飲まずにはいられない。お酒を適量でほどほどに楽しむことができない病気ですね。アルコール依存症になると、自分自身だけでなく周りの人にも迷惑をかけてしまいますし、家族崩壊という悲しい末路が待っています。今回、アルコール依存症の芸能人有名人をご紹介していきます。ここでご紹介する芸能人有名人は、アルコール依存症であることがほぼ確定という人もいますが、噂レベル推測レベルの人もいますので、その点はご了承ください。一ドットトリプル A 浦田直哉さん。トリプル A のリーダーである浦田直哉さんは、1982年11月10日生まれ、東京都のご出身です。2002年、浜崎あゆみのバックダンサーとして活動を開始していた。2009年1月18日、浦田直哉という名義によるアルバム、ターンオーバーでソロデビューする。浦田直哉さんは、アルコール依存症の可能性がありますね。2019年4月19日、酒に酔った勢いで面識のない女性に対し、暴行を加えたとして、警視庁に逮捕された。そして、その後の謝罪会見では、覚えていない記憶がないと、連発したことがニュースになりましたよね。以前から、かなり酒癖が悪かったようですし、30代後半になっても記憶がなくなるまでお酒を飲んでしまうというのは、アルコール依存症になっているのではないかと思われても、仕方がないことだと思います。お酒の量を自分ではコントロールできない状態なのかもしれませんね。に、横山やすしさん。横山やすしさんは、1944年3月18日生まれ、高知県宿毛市のご出身。本名は、木村雄二です。昭和の大スターの一人、芸人の横山やすしさん。相方の西川きよしさんと漫才ブームを牽引し、破天荒な性格で数々の伝説を残しています。横山やすしさんは離婚歴があります。最初に結婚した奥さんとの間に、木村一八、長男、さんと長女の二人のお子さんがいます。その後、離婚され再婚しなくなるまで連れ添いました。再婚した奥さんとの間に次女が誕生。長男の一八さんと次女の木村ひかりさんは芸能界で活動されています。漫才師の横山やすしさんもアルコール依存症だった芸能人ですね。1989年には飲酒運転をして人身事故を起こしています。さらに、1996年に横山やすしさんは亡くなっていますが、この時の死因はアルコールの大量飲酒による、アルコール性肝硬変だったそうです。死亡前日には大量にビールを飲んで、それを嘔吐したこともあったそうです。完全に自分ではアルコールを、コントロールできていない状態だったようですね。3、坂上忍さん。坂上忍さんは、1967年6月1日生まれ、東京都杉並区のご出身です。坂上忍さんは、バイキング、フジテレビ系の MC を務めている。3歳の時に子役として芸能活動をスタート。テレビドラマや映画に出演。子役時代に女優の永山愛子さんに優しくされた思い出を忘れないでいる。永山愛子さんとはドラマ、タンポポ、日本テレビ系などで共演した。坂上忍さんは12匹の犬を飼っている。佐藤勤や森田パクゾー。筑波サンタなどの名前を付けている。CA の女性と2001年に結婚し、2003年に離婚している。元妻への慰謝料として全財産を支払っている。坂上忍さんもアルコール依存症の可能性がある芸能人ですね。坂上忍さんは、大酒のみでテレビの本番前にも飲酒していると、自分で公言していますよね。酔っ払った状態で仕事をするというのは、アルコール依存症以外に考えられません。自分では飲酒をコントロールできるつもりかもしれませんが、そう思っているのは本人だけで、実はアルコール依存症だったというケースは多々ありますので、坂上忍さんもアルコール依存症なのかもしれません。4、遠野なぎこさん。遠野なぎこさんは、1979年11月22日生まれ、神奈川県川崎市のご出身です。1989年、10歳の時、NHK 銀河テレビ小説、ある時は妻、で、子役デビューすると、以降、数多くのテレビドラマや映画に出演しました。連続テレビ小説、すずらん、NHK。映画、日本の黒い夏冤罪などに出演している。遠野さんの体験を綴った自伝的小説、一度も愛してくれなかった母へ、一度も愛せなかった男たちへ、は話題になった。2014年時点で、二度の離婚を経験している。番組、水曜日のダウンタウン、TBS 系、にて。
矢口真理さんにかけたドッキリが話題を呼んだ。タレントで女優の遠野なぎこさんは、休日はほぼ一日中お酒を飲んでいるというほどの酒豪であることを公言しています。このエピソードを見る限り、アルコール依存症なのではないかという噂がありますね。舞台に出るときはアルコールは飲まないそうですので、まだ自分で飲酒をコントロールできているのかもしれませんが、リスクはかなり高いと思います。5. 美空ひばりさん。美空ひばりさんは、1937年5月29日生まれ、神奈川県横浜市のご出身です。本名は加藤泉氏です。8歳の頃から歌手活動をしており、1949年にレコードデビューする。歌手としてだけでなく、舞台や映画にも出演。1955年の映画、ジャンケン娘ではエリチエミ、雪村泉と共演し、三人娘と呼ばれる。両側大腿骨壊死、慢性肝炎などの病との闘病生活の末、52歳という若さで亡くなった。次男二女の長女で、弟たちも俳優や歌手活動をしていた。子供は1977年に加藤和也さんを養子にもらっている。昭和の大スターである美空ひばりさんは、かなりのお酒の量を飲んでいて、それも日に日に増していったそうです。特に友人や母親を失った後は、毎晩早朝まで浴びるようにお酒を飲んでいたとのこと。美空ひばりさんは肝硬変の症状も出ていたとのことで、自分では飲酒をコントロールできない状態で、アルコール依存症だったことが伺えますね。6. 草なぎ剛さん。草なぎ剛さんは、1974年7月9日生まれ、埼玉県春日部市のご出身です。1987年にジャニーズ事務所へ入所した。1991年に、アイドルグループ、スマップのメンバーとしてメジャーデビュー。アイドル活動と並行し役者としても活動し、ドラマ、いい人や任侠ヘルパーなどに出演している。2016年のグループ解散後も、引き続き芸能活動を継続。草なぎ剛さんもアルコール依存症かもしれないという噂があります。草なぎさんは泥酔した挙句に、全裸で公園で暴れたり気功をしていたりしていて、一時謹慎処分になっていましたよね。自分でコントロールできないほどアルコールを飲んでしまうのは、アルコール依存症の特徴ですが、草なぎさんはその事件以来アルコールを一切飲んでいないということですので、あの事件の時はたまたまストレスが溜まって飲みすぎてしまっただけで、アルコール依存症ではなかったのかもしれません。7. 里ひろみさん。里ひろみさんは、1955年10月18日生まれ、福岡県のご出身です。郷ひろみさんは15歳からアイドルとして活躍している。歌手や役者など、幅広いフィールドで活躍中。2017年、102枚のシングルを発表。同年末の紅白歌合戦 NHK にも出場する30回目。2012年に一般女性と再婚し、双子の男の子を設けた。過去に2人の女性と結婚し、2人の娘もいる。里ひろみさんは、1日に最低でも4回は歯磨きをする。また、右利きな彼だが、左手で歯を磨くらしい。芸名、京ひろみさんは、ジャニー、北川さんが、レッツゴーひろみ、ゴーゴーひろみから考えたもの。里ひろみさんは、以前はかなりのお酒の量を飲んでいて、周囲の人からアルコール依存症ではないか、と、疑われたこともあったようです。ただ、2013年頃から断酒を始めて、その結果体調がすこぶる良くなったとテレビ番組で告白しています。断酒をして体調が良くなるということは、普段からかなりの量のアルコールを飲んでいたと推測できますね。ただ、断酒できたということは、そこまで深刻なアルコール依存症ではなかったのかもしれません。8. 高橋由美子さん。高橋由美子さんは、1974年1月7日生まれ、埼玉県大宮市、現埼玉市大宮区のご出身です。小学生の時、地元のバレエ教室に通いその先生の紹介で、芸能事務所ビッグアップル所属となる。1989年1月、テレビドラマ、冬の旅、女一人で女優デビュー。1990年、シングル、ステップバイステップ。テレビアニメ、魔人英雄伝渡る2、主題歌、で、アイドル歌手としてもデビュー。1990年代前半にかけて、20世紀最後の正統派アイドルと評された。2021年4月1日、のみ仲間だった会社員の一般男性と、結婚したことを明らかにした。高橋由美子さんは、酒豪として知られています。以前に、お正月特番の番組、今夜比べてみましたに出演された時は、泥酔状態になって、途中退席していましたよね。
テレビ番組に出演して泥酔状態になり番組を途中で抜けるなんて完全にアルコール依存症だと思います。普通はお酒がどんなに好きでもテレビに出ているときは自分でコントロールするはずですから、お酒もほぼ毎日かなりの量を飲んでいらっしゃるとのことですので、アルコール依存症のような状態なのだと思います。いかがだったでしょうか。今回はアルコール依存症の芸能人について紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。